こんにちは、のってんです。はい、今回ですね、じゃじゃーん、プニプニのラーメン、グリッターダーツで遊んでみたいと思います。プニ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 ダーツ。はい、こちらトイザラスで見つけて買ってみました。普通ラーメンってさ、パラパラーとした粉状だと思うんだけど、なんとこれはね、こんな感じでプニプニの粒状のラーメンなんだって。こりゃまた新しい。で、今回はこのプニッと潰れるラメをスライムに入れたらどうなるのか実験してみたいと思います。さあ、プニプニのラメはうまく混ざるのか、そしてね、どんな色のスライムになるのか、早速遊んでみましょう。じゃじゃーん、パッケージはこんな感じです。グリッタードッツということでね、今回は2種類買ってみました。この大きい方がこんな感じでプニプニのラメでキーホルダーが作れるぞっていうセットで、こっちのちっちゃい方はプニプニのラメだけ入ってるから自分で好きなように使ってねっていうやつです。見て、こんな感じでラメが潰れるんだって。うわ、これ楽しそう。ということでね、早速開けてみましょう。じゃあまず大きい方から開けようかな。さあ、中には何が入っているか、オープン。違う、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちは無理やり開ける感じになる。こっちだ、こっち、お尻から、あ、違う、もういいや、このまま出しちゃえ。はい、バーバーン。空白がすごい。あ、でも結構いろいろ入ってる。ちょっと出してみます。ゴー。セット内容はこんな感じです。まずこれ、グリッターボールが48粒入ってました。これなんかあれだね、薬みたいな感じで、他にはヘラとか紐、留め具、ビーズ、キーリング、あとはキーホルダーの型が3種類入ってました。怠け者と猫ちゃんとワンちゃんだね。じゃあまずはこのグリッターボールをスライムに入れる前にキーホルダーを作ってみようと思います。どうしよう、どれがいいかな。みんなどれが好き、怠け者か犬か猫。オッケー。じゃあせっかくなんでね、キャラクターとしてはなかなかない怠け者でやってみたいと思います。やった、選ばれた、わーいわーい怠け者。はい、じゃあね、早速やってみましょう。まずはグリッターボールがどんな感じかだよね。ちょっと一つ出してみたいと思います。何色にしよっかな、迷うけど、青。これお薬みたいな感じで出るのかな。よっ。やべ、中で潰れた。これあれだね、プチッと押して出すっていうよりは、裏からこのフィルムを剥がしていった方がいいかも。お薬タイプではなかった。じゃじゃん。おー、出た。わー、かわいい。はい、こんな感じでコロコロしてまーす。なんかね、ちょっぴり重いダンゴムシ。結構太り気味のダンゴムシみたいな感じです。かわいいね。ダンゴ、ダンゴ。よし、じゃあね、一回これ潰してみます。さあ、どんな風になるのか。せーの。ブー。何これ?なんか、粘土だね、粘土。入れすぎラメ粘土みたいな感じ。うわ、めっちゃプニプニしてる。あ、でもね、スライムとの相性はめちゃめちゃ良さそう。これは期待大だね。よし、じゃあ、怠け者ピザキーホルダー作っていきます。まずは、これ上がね、蓋みたいになってるんだって。お、開いた。で、こんな感じで空間が段差になってるから、この中にラメ粘土を詰めていくって感じだね。なるほど、めちゃめちゃ簡単じゃん。じゃあ、まずこれ、体に詰めていこうかな。体。え、待って、楽しい楽しいめちゃめちゃ楽しい。はい、こんな感じ、一気に怠け者くんの足がキラッキラになった。うわ、これめっちゃいいね、楽しいしかっこいい。じゃ次、緑の粒を取って、はい、ここの上、ゴー。すごい、超簡単。はい、2色目できました。じゃあちょっとね、この調子でどんどん埋めていこうと思います。これやばいね、楽しい。こんな感じになりました。見て、みんなすごいよ、ラメのプニプニを詰めただけでこんなにカラフルで可愛くできました。あ、すごいすごい、後ろもすごい、なんか動物園のステンドグラスみたいな感じ。これめっちゃ可愛いね。で、さっき外したカバーをもう一回つけて、一番上にある穴にキーリングを通すと、じゃじゃーん、オリジナルキーチェーン完成しました。うわ、もうすごい、私感動した。このラメを詰めていく作業がめちゃめちゃ楽しいし、しかも簡単にね、こんなに綺麗なキーホルダーができるなんて、これはぜひおすすめの商品でございます。皆さん、トイザラスに行ったらぜひこれ買ってみてください。パッケージパッケージ。こんなやつです、こんなやつ。グリッタードッツっていうね、こういう猫ちゃんとか怠け者あり。はい、こんな感じでビーズと留め具を使うと、さらに可愛いキーホルダーになります。はい、ということで次は本題、このプニプニのラメをスライムに入れたらどうなるのかやってみたいと思います。てかあれだね、こうやってさ、コロ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 転がってるとさ、ウサギのうんち、じゃあね、こっち
もう一個の方も開けちゃいたいと思います。これはグリッターボールが入ってるだけのセットです。よいしょ、オープン。じゃじゃーん。おー、はい、今回はさっきとちょっと違ってビビットカラーのボールだね。これも綺麗。そしてなんとなんと、じゃじゃじゃーん。はい、クリアスライムは事前に作っておきました。めちゃめちゃ少ないけどね多分足りるでしょう。よし、ドロー。うーわー、いい感じいい感じ。やっぱスライム、クリアスライムが最強説あるよね。うおー、めっちゃ綺麗。よしね、このクリアスライムにグリッターボール入れてみたいと思います。まずはじゃあちょっと綺麗系にしたいから、青とか緑系入れてみようかな。こういうやつ、ゴー。さあ、これがどうなるか。よいしょ、うまく混ざってくれるといいんだけどね。よし、オッケー。今んとこめちゃめちゃ綺麗よ。じゃあちょっとこのまま潰そう。ちょっとかわいそうだけど、いきます。せーの、うわー、うわ、めっちゃ気持ちいい。あれだ、あれ、粘土ボールスライムみたいな感じ。いい、無理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 。よいしょよいしょ。うわー、これ指フェチ指フェチ。無理無理してて気持ちいい。よし、じゃあこれを混ぜる。さあ、入るか。よし、このまま馴染んでくれ。うわー、ちょっと馴染みづらい気もするけど、このままよく混ぜてみよう。結構海っぽい感じで色は綺麗よ。やばいやばいやばい、スライムが溶けてきた。何これ。え、放射を溶かしたお湯で固めれ。さあ、またスライムに戻るんだ。今のお前はスライムじゃない、あんかけだ。はい、なんとかスライムに戻りました。いや、一回ね、溶けたスライムがドロドロになりました。これ何でできてるんだろうね。スライムを溶かす成分の何かが入ってるかもしれない。これは大発見だ。みんなはやらない方がいいかも。でもね、放射で固めたらこんな感じでちゃんとスライムになったんでよかったです。いや、それにしてもめちゃめちゃ綺麗だね。海って感じ。なんか青いスライムできてすぐに海っていうのやめたいな。はい、じゃあ2つ目のスライムはせっかくなんで、この余ってるグリッターボール全部入れてみたいと思います。これすごいことになるんじゃない。気持ち悪いことにならないといいが。よし、じゃあまずはグリッターボールをここに出していきます。よし、はい、全部入りました。そしたらクリアスライム、うわー。はい、じゃあこのクリアスライムの上にグリッター乗せていきます。ゴーポー。うわー、すごい、こぼれないように一応保険かけたけど全然大丈夫だった。わー、めちゃめちゃ綺麗。じゃあこれさっき潰したからね、今回はこのままこのまま優しく包み込むタイプ。あー、すごい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 、綺麗。みんな、うおー、綺麗綺麗。クリスマスだ、クリスマス。てん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 わあ、机にめっちゃいっついてる。うわ、クリスマス、汚いクリスマス。はい、こんな感じになりました。もうさ、シンプルに汚いスライムになっちゃいました。うわただでさえ色が汚いのに、触り心地もね、なんか汚い。ピチャ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 する感じ。もうペタペタして手にひっつくし、ネバネバだし、粘土の泥。粘土みたいな感じ。はい、みんなはね、グリッターボールはスライムに入れないようにしてください。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。もともとグリッターダッツがスライムに入れるものじゃないんだけど、まさかスライムが溶けると思ってなかったんでびっくりしたし、面白い実験でした。でもね、こんな感じで可愛いグリッターのキラキラキーホルダーが簡単に作れるし、作ってる時はめちゃめちゃ面白いんで、気になった方はね、ぜひトイザらスで買ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。海って感じ。青いスライムできてすぐに海っていうのやめたいな。